レアガチャかと思った人いますよね。残念、プレゼントでした。ということでチャレンジダンジョンレベル11行ってみたいと思います。はい、この編成で。いやー、まああのね、構想型のオデドラリーダーでも良かったんだよ。でもやっぱりアルテミスリーダーで勝ちたいなと思ってこのパーティーを作ったというか、死にまくって試行錯誤しました。はい、こちらご覧ください。あと6時間ということで、22時間挑んでたわけじゃないですよ。だけど数回挑んで、あ、これはちょっと難しいなと思って自動回復でひたすら耐えるパーティーとなりました。よろしくお願いします。そうですね、継承とかに関してはその場になったらわかると思うので、とりあえず根性ギリギリまで削ります。それだけです。あとこの回復ダウンですね、回復ダウンについてコメントがたくさん来てたんですけども、こちらはうずめで書き消せました。一回うずめで書き消して耐久も考えたんですけど、やっぱこのパーティーね、 HP のね割合が多すぎて、ちょっと行動を見ていただければわかるんですけど、このバルキリーさんがですね、バッシュってやつがね割合なんですよ。割合からのダンダンなんで、この割合がどうしてもでかくて、うずめどころの騒ぎではなかったと。うん、うずめでかき消してどうにかなる騒ぎじゃなかったんで、もう自動回復で耐えるしかなかった。じゃあこのバルさんの行動について少しお話ししていきたいと思います。基本的にはこの割合からの連続攻撃をしてくるんですけども、ダメージがね90パイか80パイかみたいな感じで減っていくたびに試練が追加されます。それが雲が追加されたりとか、あとはコンボ吸収だったりとか操作半減だったりとかね、結構そのめんどくさいギミックをどう乗り越えていくかっていうチャレンジダンジョンですね。まあ関係ないですこのパーティー正直回復力には自信がありますので、数ターンに1回ね回復しておけば間に合いますので、とりあえずギリギリまで削りましょう。未だかつてこんなね早送りが大半を占める動画があったでございましょうか。はい、ここでグラビティルームで根性を消します。はい、根性消えました。はい、こっから指針弾部とキリン弾部がねたくさん撃たれます。はい、 20% からの指針弾部、そして指針弾部、さらに警戒昇竜神水木で、最後にバッケスエンハンスということで、なんでこれバッケスエンハンスかっていうとね、このパーティーね特化した覚醒がないんですよね。なので、無条件貴族性4倍のバッケスを引きたかった。で引けてようやくこれも勝てるというねハッピーエンドでございます。バイバイ。多分勝てるはず。ここから落ち込んとか調子乗らなければ、はい、全然喋ってない。ほとんど早送りだからね。喋ることないからね、正直。まあ、毎ターン、こう、数ターンおきに回復さえしてれば大丈夫っていうパーティーでございました。確か297で落ちるらしいんですけど、ね、魔法石ももらえて、初クリア。スクショ撮っていいですか、これ。ツイッターにあげとこう。
ということで、裏チャレンジダンジョン第2回目でございました。まあ、サタンよりは簡単だったイメージですね、個人的には。はい、ということで、以上、ナッチでございました。短。さよなら。